ケプラー64は、よえ連星であり、ケプラー 64AA、ケプラー6 4 a b ケプラー 64BA、ケプラー 64B 64から構成されている。ケプラー 64AA とケヘプラー6 4 a b の重心の周りを交点する、太陽系外惑星ケヘプラー64ビットが存在する。ケプラー 64K は、スペクトル分類が、 F 型のケヘプラー 64AAA、M 型のケヘプラー6 4 a b G2 型のケヘプラー 64BA、M2 型のケヘプラー 64B と PH1 によって構成されている。AA と a b BA と BB がそれぞれの重心を交点しており、A の連星の重心を中心に PH1 は交点している。A と B それぞれの連星は、 およそ1500億キロメートル離れているが、重力的に結合していると考えられている。それぞれ太陽と比較して、AA は1.734倍、アブは0.378倍の直径を持つ。これは、それぞれの構成のトランジットから求められた。地球から見ると、アブは AA の手前を完全に通過するが、AA はアブを半分程度隠す程度しか通過しない。質量は、 高転周期から AA が1.528倍、a ブは0.408倍と求まっている。BA と BB は正確には分かっていないが、BA は約0.99倍、BB は約0.51倍であると推定されている。AA と a ブは2609万 km と、かなり近い軌道を高転しており、高転周期はほぼ20日である。これに対し、 BA と BB は90億 km とかなり離れていると推定されている。このため AA と AB は1個の構成に見えるが BA と BB は望遠鏡で分離して見える。ケプラー64全体の明るさはほぼ AA で占められており B の連星系は2.5%程度の明るさしか持っていない。b と BB はどちらも赤色矮星であるため実質 AA が大部分であり、 残りの大部分は BA の明るさである。ケプラー64のような多重連星系では、惑星の元となる原子惑星系円盤が重力的に不安定で生み出されない場所が生じる。ケプラー64の場合、1AU 以内には原子惑星系円盤が生ずるが、1AU から 10AU 以内には生じない空白域ができると考えられている。これは、 pH1 の軌道と一致する。また、A と B それぞれの連星は、当初からあまり密接な関係を持たない、連星系であったと考えられている。なぜならば、もし、A と B が、より接近していた場合、原子惑星系円盤が早い時代に乱されて、拡散し、惑星を作ることはなかったと考えられているからである。pH1 の発見は2つの点において重要である。まず、 よえ連星で初めて惑星が発見されたことである。二重連星の周囲を公転する終連星惑星はこれまでに6個発見されているが、発見される以前は連星系では原始惑星系円盤が安定せずすぐに拡散して惑星ができないか仮にできたとしても重力的な不安定さで星系を飛び出して生き残らないと考えられていたため二重連星における 惑星の発見だけでも十分に惑星形成論を書き換える必要がある発見であった。しかし、より重力的な制約が厳しいよえ、連星において惑星が発見されたことは、より強い影響を理論に与えることになる。また、この惑星をアマチュアが発見した点も興味深い。データそのものは NASA のケプラー宇宙望遠鏡の観測データを用いたが、 ジェクトガリアーノは、このデータを詳しく分析し、pH1 を発見した。ありがとうございます。